帰ってきたよ。ずっとショールームできなかったけど、ついに、イエイ。変わってる、なんだこれ、マイクだ、マイク。ありがとうございます、ギフト。何日ぶり、何日にやったっけな、配信忘れちゃった。7とかやったかな。イエイって感じで。今日ニコラバイだ。目が乾燥してる。前髪が。そう、何の衣装かなって思ったでしょ。そしてあの TikTok も今日上がってるので、よかったら見てください、見てください。ドライヤー壊れたって騒いでないですよ。コンセントのなんかスイッチみたいなのがあって、なんかこっちのコンセントできないからこっちで挿していいって、でもうるさいからもう一回頑張るねって言ってた。そう、だからあの別に騒いでないです。はい、トーン低くて、あー静かに喋ろうっていうショールームしてるから。っていうね、気持ちです。そう、そしたらリサも次の日の朝、え本当だ、こっちのコンセントでできないって言ってた。そうなの、騒いではないよ。そう、誕生日だから配信したいって言ってて、お土産いっぱい買いました。もうね、全部片付けた。キャリーバッグ、キャリーケース。全部片付けて元通り、早いです、ちゃっちゃと。ちゃっちゃとです。しかも今日はまあ大体13時間ぐらい飛行機だったんだけど、今日帰ってきたんですけど、そう、13時間ぐらいほぼ寝てた。10時間ぐらい寝てました。何週間も放置しちゃう、何週間も放置しちゃうから、あの早めにね解こうっていうね感じですね。いい。そんな感じで、まあパッキングよりも素早く片付けてきまして、すぐに洗濯物を出し、洗濯し、あっという間に片付けました。イエイ。時差ボケはなんかあの言ってた時、なんか時差ボケほぼないわって思ってたけど、なんか起きちゃうから、途中で起きちゃうのが時差ボケなのかなと思って、めっちゃ途中で起きたから、あの朝早くから、そうなので、まあ時差ボケだったのかなって思ってますね。時差14時間やばいですよね。じゃじゃん、これはお土産で買った NASA T シャツ、イエーイ。これはもう
家族みんなでお揃いだよみたいなT シャツはこれしか買ってないぐらいこれをいっぱい買いました。お土産を渡す人みんなこれみんなお揃いです。なさんいっぱい買った。朝4時に起きてた。最初初日が朝5時半ぐらいに起きて、その後朝2時半ぐらいに起きて、その後逆に朝5時ぐらいに寝たかな。そうライブの日はさ、あの遅かったから、そもそもが多分ライブ終わって部屋に戻ってきたのが、そもそもライブ終わったのが多分0時ぐらいそうで部屋戻ってきたのがもう4時とかだったと思うから、だいぶだいぶですだいぶですね。朝食は初日と最終日に行きました。ホテルの朝食で、間の日がラーメン食べに行きました。なずなさん初見ありがとうございます。うんですね。あの日は野球見ながら寝落ち、あーなんか起きててって言われたんだけど、あの私絶対無理だよって言って、じゃあ頑張って野球見ながら起きとくわって思ったけど無理だったね。普通にもう寝る気満々で布団入ったよねそう起きててって言われることが多いけど、私はそんなにあの睡眠に耐えられる人間ではないので、ね、眠い時に寝ますそう自由時間っていう自由時間はあんまりなくて、その NASA の中で自由時間、そのスーパーの中で自由時間みたいな感じだったかな。うん、外に行って自由時間みたいなのあんまなかった気がする。うん、そうだね。そんな感じですね。いろいろでも楽しめたかなと思います。そうですね、そう修学旅行みたいな、そうじゃあここからは NASA の中で3時間フリータイムですみたいな感じだったかな。うんみたいな感じです。そうライブではツインテールと、あライブじゃない、サイン会とか撮影会とかはツインテールで、あのライブはハーフツインをしました。イエーイ。どっちもヘアさんに決めてもらいました何も思いつかなくて。日本食久しぶり、あの日本で食べるのは久しぶりですけど、あのラーメンのラーメン屋さんでお寿司とかも食べたので、まあ久しぶりではないかなはい。で最初は牡蠣を食べました。日本に帰ってきてから1食目は牡蠣を食べました。当たらないことを願います。みんなでねプール入ったりしたみんなでプール入った。面白かった。
泳いだ全力で。ナイトプールかな、夜に行きました。初めて夜のプール行ったかな。タイタイさん、アリオキューピットクマちゃん、アイラブユー、ありがとうございます。面白かったですね。あとはもうお腹いっぱい食べてたな、ずっとずっと食べてた。だから太ったと思う。やばい。タイタイさん、アリオキューピットクマちゃん、アイラブユー、ありがとうございます。うん、めっちゃ食べた気がする。ナイトプールって言ってた、ナイトプールだけどガチ泳ぎしてます、みんなで。長谷田さん、ラララ虹が虹が、ありがとうございます。ピザも食べたし、ハンバーガーも食べたし、ステーキもちょっと食べたし、でも結構サンドイッチ系が多かったかな。うん、機内食はビーフオアチキンオアパスタって聞かれた。ビーフも、あ、ビーフも食べたかな、どっかで。あ、ちょっと忘れちゃったな。行きがサンフランシスコで乗り換え、トランジットでした。パスタ、そう、パスタだった。行きパスタ食べたかな。機内食は2回出たかな。帰りはチキンにした気がする。席離れなかったです、みんな全部メンバーの隣でした。よかった。帰りは直で帰ってきました。帰りは A 席でした、窓際だったけど10時間ぐらい寝てた。13時間のフライトで10時間ぐらい寝てたね。座席は自分らでは選んでないですね、もう渡されたチケットで。ぐっすりではないかも。なんか、まあ、最初なんか多分2時間ぐらい寝て起きて、まあ、何時だろうみたいな。で、また寝て、まだ1時間しか経ってないのか。あと4時間もあるのか。あと3時間みたいな感じで結構ちょこちょこ起きてたかな。そんな感じで、でもほぼ寝てたかな。行きはなんか途中でやっぱトランジット挟んだから睡眠時間少ないかも。苦痛だった。うん、体が動かせないのと凝りとって感じかな。あ、映画はあのキングダム1、2見ました。3は課金だったのでまだ見てないです。ですね。面白かったら3も見ようって思ってたから、そう、また3を見て4を映画で見たいなって思ってます。ドラマは全然帰りに見ようって思ってたんだけど、ドラマはあのなんだっけ、王様に捧ぐ薬指みたいなやつを3話の途中までかなしか見てない。帰りに、うん、なんか TikTok で流れてきて面白そうって思ってあのダウンロードしていきました。
の3話の途中までかな。最初1時間見て、そう、帰りのフライトで1時間見て、寝て起きて寝て起きて寝て起きてみたいな、であと2時間みたいな時で2話を見始めて、でもご飯が来たからご飯食べてまた見て3話の途中で着いたって感じかな。隣は行きが瞳と伊織 B だった席が、瞳と伊織で、サンフランシスコからは通路側の席で伊織が隣だった。だいたい名前順になってるんだけど、そうだけど帰りはなんかちょっとなんかみんなバラバラして、私が窓際で瞳が隣だったね。その隣にマイカだった。うんです。そうだよ、私ドラマが溜まってるからドラマ見ないと1週間分ドラマ溜まってる気がする、やばい。でもなんかあれみたいだったんだなって思った。今やってるドラマあるじゃないですか、AI 教師のやつ、名前忘れちゃった、それみたいだって思った、ちょっとって思ったね。でも帰りもさ、名前順っちゃ名前順か、マイカ、ひとみ、私だから、うん、ミリオンゲーム、そうみたいだったね、ちょっとなんか雰囲気あった。なんか何高圧的な感じビリオンスクールか間違えた。ルカさん初見こんばんは、ありがとうございます。なんか似てるかもって思った。ゆうじろうさん初見こんばんは、ありがとうございます。目がさもう乾燥してる、これでさ寝てきたからでもワンデーだからグッド。ケンターさんビギナーありがとう、間違えた、初見ありがとうございます。今日の夜寝れると思う、私いつでも寝れると思うな、起きちゃうけど寝れる、いつでも寝れる気がする。うん、あ、オリンピックね、あのね、ホテルのテレビでやってました。うん。やってた。世界共通だからね。ライブでやってた。ライブ配信、なんていうの。うん。今日の試合見てから寝るの？今日はもう見ましたよ。試合見ました。イエイ！イエイって感じですね。寝る部屋はリサと一緒でした。忘れ物はしなかったと思う、すべてなんとかなったというか、なんかあ忘れた、あれ忘れたってなかった気がする。行きにその日につけるマスクを忘れたくらいかな。でももともとゴーグルを買う予定だったから、ゴーグル瞳の分と私の分で買ってから行くっていう予定だったから、それとゴーグルと一緒にマスクを買いましたから全然大丈夫だった、うん、全然なんか忘れ物なかったね。そのキャリーに入れちゃってその日つけるマスクを忘れたっていうね感じぐらい。キューラは分かんない、なんか忘れたとか分かんないかな、同じ部屋じゃなかったから。プールのゴーグルです、そう
そうです、日本語忘れてない日本語忘れてないです、ずっと日本語で喋ってたからでも英語喋れるようになりたいと思った。あ、でもね、一個覚えた言葉は Which one recommendation? っていうのを覚えたどれが一番おすすめですかって感じの日焼けしてないはず、ほぼ中にいたからね。そう、それを覚えた。ウィッチワンとかあんま言わないから、おーってなった。おすすめしてくれました。はい。全部カードで払ったので、ドル使ってないですね。物価高くなかった。でも T シャツ、これの T シャツも3000円ぐらいだったと思う。19ドルぐらいで、だいたい150ぐらいじゃないですか。 19.99 だった気がする。 19.99×150、 2998円です。だいたい3000円ぐらいだから、まあ、まあまあまあみたいな感じじゃないですか。ですね、別にそんな とびっきり高いわけではないですし、まあカードで払ってるか後が怖いって感じですかね。なんか結構そのサーツンとかカード持ってなかったから、あ、じゃあ一緒に払うよみたいな、払ったけど、あ、いくらか分かんないで払ってる。あとが怖いです。まあなんとかね。あ、大富豪じゃない、全然、あのドリンク飲み物をサンフランシスコでね、そうちょっと時間が2時間半ぐらいあったから、そう飲み物買おうってなって買っただけだから、なあのその大量買いしてないから。でもいくらかわかんなって思いながら、最初の買い物がそれだから、いくらかわかんないなって思いながら買ってた。基本的にはなんか、まあお土産とかもそうだけど、は自分なんだけど、あのご飯とかはみんなでだから、そう自分らが払ってなかったからわかんないですね。ゆうちゃん、ラーラーラー、虹が虹が、ありがとうございます。そう、飲み物ぐらいだから、そうグアバジュースを買いました。私は T シャツ誰かとお揃っちゃうの、え、わかんない、みんな何買ってるけど、まあでもこんな感じのはみんな買ってると思いますね。うん、これをいっぱい何枚も買った、サイズ違いで。で帰りに空港でみんなテキサスって書いてあるトレーナーみんな買ってて、みんな可愛いってなって、私もパーカーを買いました。テキサス、ちょうどあの機内がめっちゃ寒いからパーカー持ってってたけど、そうパーカーを膝にかけのその裏肝のパーカーを着て帰りました。大きめサイズでワンピースみたいに、基本的にはなんか室内が全部寒かったね。外はまあ湿気がなくってカラッと暑いって感じ、カラッと暑いって感じなんだけど、室内はどこもなんか寒いねって感じだった。上着必要だみたいな、そうだからなんか基本的にはホテルとその会場、ライブ会場とかイベント会場はつながってたから、あのもうずっとそこの行き来だから、ずっと室内にいたから、もう本当に NASA とかスーパーマーケットとかも行ったけど、外を歩くみたいなのは本当にちょっとしかしてなくて、
そうだから基本的にずっと寒かったかな。食べ物は全部ビッグでした。なんかお腹いっぱいになったね。ずっとお腹いっぱいだった気がする。めっちゃお腹すいたーみたいな時なかった気がする、一回も。なんかまあ大きい、なんかとびきり大きいっていう感じではなかったけど、まあ、普通に量があったり、なんかわかんない、質量なのかわかんないですけど、朝食べたのに夜あんまお腹空いてないみたいな現象ですね。風邪ひいてないです。なんか乾燥で喉ちょっとイガイガしてたけど、全然日本の湿度落とすって感じぐらい、もう潤いが入ってます。日本食食べて、アメリカ食食べて太らなかったですか。ちょっと太ってると思う、ちょっと太ったと思う。まあ美味しかったから。しかもなんかちょっと出るならもうちょっとあったよね。やばいやばい。でもなんかみんな本当に優しくて、全然英語わかんないけど本当に優しかったですね。あのね、本当にね、なんかゆっくり言ってくれて、なんか理解した時にはーいってなんか言ってくれて、なんか笑顔だった。嬉しかったし、なんかその朝食のところのそのなんかおじさまとちょっと仲良くなって、あの海外の店員さんなんだけど、最後もうこうやってバイバーイって感じだった。そうグッバイみたいな感じで言われた。そう優しかったです。みんな本当にみんな、なんかそのエレベーターでたまたま一緒になっただけなのに、そのジャパニーズってイエースみたいな、なんかそういう感じ。本当にそういう感じね。うん、入国審査はめっちゃドキドキしてたけど、難なく、メンバーは難なくというか、なんていうの、普通にみんなでバーって通れた。うん、メンバーはそうなの、ビザみたいなのがあって、ビザめっちゃかっこいいの、パスポートにビザついててめっちゃかっけえ。そうめっちゃかっけえ。だから一言も喋ってない、入国審査 Thank you しか喋ってない。そうだからみんなはもうゾロゾロと、なんなら二人まとめてみたいな、で、はい、では Thank you You're welcome って感じでバーって帰れた、イエーイみたいな。そうめっちゃ緊張してたからよかったと思って、イエーイって感じ。何も聞かれなかった、ラッキー。元気です、あーさん、受験ありがとうございます。日本人は安心だから入国ラス楽。そうなんだ、知らなかった。そうなんだ、持ち物、あ、持ち物のところはみんなもちろんやるけど、特になんか水とか入ってなければ引っかかんなかったね。うん、なんかうん大丈夫だったね。よかった、なんとかい
けました。乗り遅れそうとかはなかった。うん、大丈夫だったはず。水はね、国内線でもアメリカはダメだったね。使いたい、ぜひぜひお待ちしてます水曜日、明日か、明日から受付始まるのでよかったら、うん、ただいまです、本当にただいまって感じ。ただいま、みんなただいま。次どこ行きたい、ニューヨーク行きたいですけど、もうね長いね、やっぱ飛行機が飛行機長すぎてもうカチコチ体が、うん、まあ行ってみたいところはいっぱいあるね。シンガポールとか、うん、まあグアム、ハワイも行って、まあ、グアム、ハワイはなんか割となんか日本人多いよみたいな聞くけど、インスタのマスコットの方と写真撮ってくださいって、あ、なんか写真撮ってて海外の人も、でスタッフさんが撮れなくていいんですかって言われたから、じゃあ撮りますって言って撮っていただいたそう、そんな感じでノリで撮ったって感じ。そしたらもうあのこうハートしてくれたから、あ、どうぞ、これテレビとか そうなので撮りました。だからめっちゃ笑ってるそう、アストロズのグッズは買ってないですね。あれ、写真なのは、写真のは日本にいる時から、日本にいるときにプレゼントでいただいたやつなので、あっちでは買ってないです、はい、そうですね、試合も見に、やってなかったから見に行けてないし悲しみでした。こんな感じです。もう前髪がウェッティーだ、帽子かぶって汗かいてたから。飛行機疲れましたね。はい、カレーは食べてないな。ピロは使いましたよ、もちろん行きも帰りも。なんなら、なんか首痛くて、あの普通に寝る時も使った、一日だけ、最終日だけ使った気がする。うん、こんな感じですね。楽しかったね。飛行機席倒せます。そこは変わらずだったね。アクシデントは、大きなアクシデントはなかったかなあ。帰りに帰りになんかそのバスでホテルから飛行、うん、空港まで行くみたいな予定で、
その7時半にホテル集、ホテルっていうかロビー集合だったんですけど、なんか7時半に行ったらバス行っちゃったみたいな、バス行っちゃったって言われて、なんか7時だったらしくて、そのバスの集合時間が、そうだから30分待ってくれたけど、そうだからみんなして大遅刻かまして、みんなして大遅刻かましてたね。それぐらいかな帰りに。だからみんなそれぞれバラバラにタクシー乗ったって感じかな。はい、スタッフさんも気づかず、うん、スタッフさんたちが焦ってた。メンバーだけじゃないよ、もうみんな、スタッフさんも含め、集合時間がそもそも違ったって感じだね。うん、タクシー、ウーバータクシーだったね。それぐらいかな、なんかアクシデント、え、大丈夫そうみたいな。最後の最後で大丈夫かな。シアラさんはそうだね、一緒に行動してる時もあれば別々の時もありました。いや、そう、飛行機間に合わなかったら終わりだったね。でも全然そのみんなで、あ、テキサスのパーカー買おう、トレーナー買おうみたいな時間あったから全然大丈夫です。あのね、タクシーめっちゃ速かった、スピードめっちゃ速いし、なんかめっちゃ荒い、うん、なって思った。何回か乗ったけど、そう、なんか最初荒いなって思ってて、最後その帰りのタクシーは荒くはなかったんだけど、先に発車し出発したメンバーのタクシー抜かしてって、早っ、早っってなった。で、降りてから、え、翔子たちのタクシーめっちゃ速くなかったって言って、言われてた。でもね、荒くなかったの、その時。なんか、速すぎて荒くないのかなってぐらい。なんか、そう。速かったね。でもなんか、高いねみたいな感じだった。何万とか、えってなった。うん、高い、お高かったですね。そんなするんだってなった。無理だよね、いろいろと。タクシー誰と一緒だった？タクシーは花ちゃんとリサと一緒だったかな。でも普通にそのなんか一緒に乗ろうとかはない、なんかこう板順で、あ、じゃあこの3人乗りましょうみたいな感じだったね。うん、雪狼さん、守りたいこの笑顔。ありがとうございます。あ、そう、瞳と鹿の子撮ったので見てください。そう、なんかなんで鹿の子にしたかっていうと、まあ、あのなんか衣装で写真撮り、あ、 TikTok 撮りたいなと思ってたんだけど、なんか何にしようみたいななって、そのイコラブのこう大きな幕みたいなのがあったんだけど、その会場のところに
ライブとか会場、ライブ会場にね、そう、その向かい側に鹿の子の子の子って書いてあって、あ、じゃあこれやろうと思ってやった。あゆむさん、守りたいこの笑顔、ありがとうございます。そうで誘った、ひとみのことハフツインの2人だし。そんな感じで一緒に鹿の子を踊りました。ひとみんからかと思った。そう、私からです。ハーフツイン、ハーフツインだしと思って。あとはヒューストンにいる間に、仲直りシュークリームの TikTok も上がったので、よかったら見てください。じゃじゅーだからこんなダーリンダーダーリンシュートーク I love you。 ぜひ見てください。コメントも読んでる、読んでます。コンビニのだっていいじゃん、君が好きよ、嘘じゃないの。パツ似合う？抜けたかな、色。色抜けるよって言われて言ったけど、抜けてるかな。そんな変わってない気がするけど、自分的には。変わりましたか？暑かったけど、あ、ね、ホテルの中はめっちゃね、涼しかったです。エアコンつけなかった、一回も。今日誕生日でした、おめでとうございました。ミカさん、ビギナー、ハッピーバースデー、おめでとうございます。ハッピーバースデーです。ぜひ会いに来る一年にしてください。ハッピーバースデー。室内寒かったですね。ホテルも最初ついてて、リサと寒いねって言って切ったけど、そっから一回もつけてないね。はい、やっぱり日本がいいですか。そうですね、うん、落ち着くというか安心します。はい、やっぱまあ言語も通じるし、でもなんかこうフレンドリーさは結構海外、アメリカいいなって思いました。うん、自分の家が落ち着くしって感じかな。暑いけどね、めっちゃ湿気すごいって思った。やっぱり
でも私はそのままずっとアメリカに行ったら喉が多分壊れてしまう。乾燥しすぎて。そうね。だからまあ良かったのかもしれない。このぐらいの日数で帰ってくれて。日本に帰ってからは牡蠣を食べました。イエーイ牡蠣。ラブアイね、途中まで文章作ったのに。でも初めてアメリカに行ったから、ずっとアメリカに行きたい、なんかの多分 YouTube とかでもアメリカ行きたいって言ってたと思うけど、アメリカ行きたかったから嬉しい。今 52% です、湿度。ここは麦とろ飯は食べたよ、行く前に食べました。よし、行けてよかったです。でもいつかね、やっぱニューヨークも行ってみたいし、あのアメリカの野球を見たいですね。今一番何が食べたいかはアイス。アイス食べたいかな。みんなうどんが食べたいって言ったから、うどん食べたくなっちゃったし。でも帰ってきて、あの牡蠣食べるって行く前から決めてたから、うん、だから食べれてよかったです。うん。あとは何かな、なんかね、あんまりその日本食恋しいみたいな時あんまりなかった気がする。なんかジャンキーだなーとは思ったけど、そう、日本食が恋しいみたいなのはあんまなかったかな。なんか癖強なご飯が出たわけでもなく、ラーメンとかお寿司、たこ焼き、餃子も食べたし、美味しかった。特にね、特にねって感じ。そう、もともとハンバーガー好きだし、そうだね、そうだね、もうちょっと長い時間いて、うん、なんかずっとなんかジャンクフードだったら、まあちょっと日本食食べたいなって。けどなんか別に嫌いなものがいっぱい出てるわけじゃないから、いけた。なんか台湾とかの方がやっぱ癖強なものが多かったかな、味的には。うん、ですかね。こんな感じです。じゃん、ケーズンツイートします。16時25分から。トイート、トイートしました。ニコラブアイ見てください。
れもさ乗っけたい。ストーリーにね、全然なんかいつあげようみたいな気持ちだったから、ストーリーにあげます。こんな感じ。うん、矢印。はいはいはい、オッケー、できた、任務完了、任務完了です。明日ゆっくりしてねって、ありがとうございます。もうすぐ12時って感じしてる。まあしてます。11時に配信しようって思ってたから、まあ12時かなみたいな。荷物は全部片付けました。君が好きよ、嘘じゃないの。サボ系してたんだよね多分ね。うん、多分してました。やっぱ起きちゃうっていうのは時差ボケなのかなみたいな感じですかね。こんな感じ、楽しかった。やっぱ海外ってなかなか行けるような感じじゃなかったじゃないから、しホテルも綺麗だったから、結構今までのその海外のホテルってなんかあのお湯が出ないとか、ちょろちょろしか出ないとか、虫めっちゃ来るとか、なんかそういうのだったから、なんかあー綺麗快適って感じでした。そう、だいぶ大事ですね。そんな感じでした。結構エコラブ私たちはなんかどうだったって聞かれて、だいたいそのホテルの質でなんか変わってくる、そのなんかあよかったっていうのと、いやなんかみたいな変わってくるね。うん、コラボで行ったのはフランス、台湾、上海、韓国、フィリピン、セブ、アメリカ。そうですね、そうです、そうです。泊まるとこ大事です、だいぶ。うん、だいぶ大事だけど、今回は綺麗で良かったです。なんか湯分、お風呂、浴槽がついてる部屋もあったっぽいんですけど、私たちの部屋はシャワーしかなくて、しかもこう取り出せるシャワーじゃ、なんていうの、シャワーじゃなくて降ってくるだけのシャワーだから、そう、まあまあお湯が出るだけ
いいかみたいな感じですかね。し、なんか水圧も変えれない、弱めたりとか強めたりとかはできない、温度しか変えれなかった、うん、けどまあその今までのとこに比べたらお湯が出るだけいいよねみたいな。あ、ドライヤーもめっちゃ強かったからすぐ乾く。考えると日本って素晴らしい。そうですね、日本って素晴らしい、そう思います。うん、まあ日本で慣れてしまっているからっていうのはあると思うけど、うん、ですね。今までは本当にやばかったね。お湯が出ないのとちょろちょろなのと、まあホテル行ったら前の人の使いかけみたいなの時もあったね、うん、え、待って、掃除されてないんですけどみたいな、そうとか、まあ虫いっぱいいるよねみたいなとことか、はいまあそんな感じでしたね。だからなんかそういうものみたいなのがあった上での今回だったから、あ、綺麗って感じで、はい、感じでしたそう、ちゃんと清掃入るし、あの普通に良かった、普通に良かったって言ったらあれだけど、良かったです。はい、58分ありがとうございます。ではランキングを読んで終わりたいと思います。ランキングタイム。13位、福野しそさん、12位あゆむさん、11位ゆきおかみさん、10位ゆうちゃん、9位ひろしさん、8位はせたそさん、7位たーくん、6位へいぶんさん、5位しょうさん、4位ねこちゃん、3位 ゆきなさん、2位おもろっちょさん、1位たいたいさんです。ありがとうございます。2列目、バンダナさん、ていいちさん、さきさん、 JF さん、メリダさん、ゆきぼうさん、たしみさん、ひろさん、うーさん、リースさん、しょうりさん、たかひろんりーさん、たいりくさん、あおちゃん、はたみさん、いくみさん、ハラディさん、ロブロイさん、アスーさん、チュピタンクさん、キケケさん、 T さんです。ありがとうございます。たくさんのおしなぎギフトコメントありがとうございます。ということで終わりたいと思います。久しぶりの配信ありがとうございました。また配信します。 SNS ぜひチェックしてください。今後これからちょっとアメリカ投稿が多くなるかもしれないんですけど、はい、あ、こんな感じだったんだなって思ってもらえたら嬉しいです。 TikTok も見てください。仲直りシュークリームと、あとひとみん、ひとみんは普通だ、ショコミンの鹿の子も見てください。よろしくお願いします。ということで終わります。ありがとうございました。おやすみなさい。感謝、ありがとうございました。バイバーイ。おやしょこー。